3月2日、県内の民放テレビ4局の社長と女性アナウンサーらが県庁を訪れ、静岡県の魅力を県内外に発信する合同キャンペーン、静岡ワクテカプロジェクトの開始を川勝知事に報告しました。キャッチフレーズは、すいません、静岡県です。ウェブサイトや番組で、美しい景観や食など、静岡県の魅力を全国にアピールし、観光客や移住・定住者の増加を目指します。キャンペーンでは4局の女性アナウンサーが広報アイドルグループフォーシーズを結成。プロジェクト応援団に任命された御殿場市出身の吉本お笑い芸人トータルテンボスとともに、年末まで県内外で開催されるイベントに出演し、静岡県を PR していく予定です。また話題の画伯で人気俳優の田辺誠一さんが生んだキャラクター富士丹もキャンペーンを盛り上げます。川勝知事は、静岡県には富士山、ジオパークなど世界クラスのものがどんどん出てきている、自信を持って PR してほしいとアナウンサーらを激励しました。せーの、すいません、フォーシーズです。静岡県を富士山をイメージしたお揃いの衣装で PR するフォーシーズ。静岡放送の内山恵里香アナウンサーは、表敬後の記者会見で意気込みを語りました。静岡の方にはもっと静岡を好きになってほしい、そして県外の人からは、あ、静岡っていい県だな、行ってみたいな、旅行してみたいな、でゆくゆくは住んでみたいなぐらいまで引きつけられたらなと思います。よろしくお願いします。